ステファン・サルコチ・チホン・ロブチェンは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人、上級大将、クロアチア人主管の家系出身、男爵。第一次世界大戦の引き金になったサラエボ事件は、ボスニア・ヘルツェゴビナ総督下の軍の越兵に来訪した、フランツ・フェルディナント大公を狙った暗殺事件で、この時のパレードは、総督、オスカル・ポチョレックに、警備責任もあった。 しかも開戦後、総督指揮下の軍は、セルビア侵攻に3度失敗している。1914年12月、フランツ・ヨーゼフ一世は、ポチョレックを罷免し、ロブチェンを公認の総督に任命する。オーストリア軍は、翌年になってもロシア帝国との交戦に手一杯で、ロブチェンの任命後もしばらくバルカンでは戦線に動きは、 なかったが、ブルガリアが国境問題をめぐるセルビアとの対立で、ドイツ・オーストリアの同盟国側に傾くと、ドイツ参謀本部は、ブルガリアの参戦のタイミングと同時に、ドク・オー軍とブルガリア軍のセルビア攻撃作戦を立て、1915年10月には、アウグスト・フォンマ・マッケンゼンがバルカン戦線に派遣される。この作戦に、ロブチェン指揮下の軍も参加しているが、 包囲される形になったセルビア側は、総崩れとなり、隣の中立国アルバニアへと逃避業を始めると、参謀総長、フランツ・コンラート・フォン・ヘッセンドルフは、アルバニア・モンテネグロへの侵攻を主張し、ドイツ側の反対を受けるが独断で、出撃命令を出す。ここで、ロブチェーンは、ボスニア方面から、モンテネグロへの総当作戦に参加する。 1916年1月より新軍は順調に行われ、モンテネグロの完全制圧に成功する。この行により、訓意を与えられる。その後、ボスニア・ヘルツェゴビナに戻り、敗戦による帝国の崩壊まで踏みとどまる。1918年敗戦後の12月、退役。その後は、ウィーンで暮らし、帝国不評協会名誉総裁を務めた。ありがとうございます。